少しこうグループでやることがあるその中でしかない。まあ、オリンピックは人数少ないんで、いろいろなポジションできた方が優位に立てるっていうのは分かってますし、まあ、ただどこやってももっとレベルを上げていかないといけないなって自分自身感じているので、まあ、どこやってもしっかりアベレージ用のものを出せるように、まあ、個人的には成長していきたいなと思います。力のあるチームだと思いますけど、自分たちの力を、最大限発揮できるように、いい準備をしていけたらいいと思ってます。多くの人が見に来ると思うので、まずはしっかり結果で勝って、いい週末を迎えれるようにするのと、やっぱり、コロンビアという強い相手でもあるので、そういったところと試合をして勝てば五輪でもやれるという自信がつくと思うので、内容以上に結果もこだわっていきたいと思います。このチームでの目標が東京オリンピックでに出るっていうことだと思うんで、まあ、チームとして出れるのは決まっているんで、あとはその18人の枠の中に誰が入るかっていうところが今の論点だと思うんで、その椅子をみんなで争っている現状の中で自分をしっかりアピールができれば。